研究所、研究所の奥で、金色のミルクモーラー。ちゃんとそうですよ、やれそうだな。やべ、建物壊される。落ちそう。あー、全攻撃パターンが分かりやすい。来い。あー、くそ。ダメか、ダメだったね。でも8位やれるかもしれないね。あ、なんて言うんでしょう。まず、お菓子。お菓子をね、壊しました。何言ってるかわかんないと思うんですが、あそこのね、近くで、カラス、あそこにカラスが止まってたから、あそこに向かっていきまして、その近くにね、お菓子ボックスがあったんで、まずお菓子を、ミントのお菓子ね。あの、でっかいハンマーで壊せるんじゃないかなって言った。あ、こっちだね。こっちとこっちだね。で、これ全部ね、壊してゲットしました。ただ、ミントの味ってことで、ミントって確かね、毒性攻撃だったと思うんだよね、このゲーム。ということで、かなり大喜びして、強化できるぞって言っていて、ここら辺、草が木がね、枯らしてるんだ。この上の方にカラスの羽が2枚あったんで、2枚。ゲットしました。で、1個からね、4枚手に入ったので、もうちょっとね、カラスが飛んでった先に何枚落ちないかなと思いつつも、あ、落ちてた。やったぜ。で、そう、ゲームの序盤の方からかなりね、見かけてたんだよね。から、探せばあるかなと思うんだけど、思ってるんだけど、多分ね、リポップしちゃうっていうか消えちゃうんじゃないかなと思っていて。1時間だったね、そういうの。だから、まあまあ、じゃなかったね、カラスの羽だらけになっちゃったから。最近カラスが飛んでったところということで、いいですね。もうないかな。あったとしてもすんげえ遠くだろうね。あっちの方ね。ちょっとあっちの方見に行ってもいいよね。パッと見ではない。うん。で、たまたま近くにね、あいつがあるんだ。あ、そこで、斧がパワーアップしたんで、これ切れるようになったんだけど、この丈夫な雑草。これね、何が出るかっていうと、いつも通りのこれ、雑草の敵。と、で、このね、じゃあ残ったのかなって思ったら、残ったのもいつも通りの繊維。ということで、健在にできるものが増えたよぐらいの、感じだよね。タンポポを探さなくてもまあまあいいんだよね。これ新しいじゃないよね。うん、新しいやつじゃないね。ってことでまずミント行こう。貴重だってミント。ミントの矢、ミント属性の矢か。あはん。でミント属性が何だか私は分かりません。あ、香辛料がさ、苦手なやつとか痛めちゃってんじゃん。来た、これ。簡素なベッド、なんだそれ。ベッドも作れるんか。うおぉ。あと10でレベルアップした。なんか、ないかな。新しい素材見つけていきたいね。あ、ミジンコの肉系のさ、あれ、持ってくれいいか。いいですね。で、ちょっとじゃあね、もうね、なんか建材持ってるけど、いつで戻りますね。さあ、戻ってきました。さて。うわ、これすごっ。羽付きの矢。羽付きの矢をミントのかけらでミント属性するんだ。へえ。これ無理だよ。こんなさ、貴重なことできないよね。カラスの羽と、蜘蛛の糸の道具だって。ということで、ここです。うわ、作れる。え？これ攻撃力がさ、だって虫の弓より強いじゃん。移動速度落ちるんだ。
いや、でも全然いい、全然いい。だってさ、小枝弓の攻撃力1メモリでしょ？虫が2メモリちょい。1、2、3、4メモリだよ。やった。これで、うわ、すんごい、これダメだ。とうとうもう一個作らなきゃいけなくなった。糸系とかいう、よくわからないカテゴリーにしてるところもあるし。あ、藻は食べ物なんだよね、でも。確か。食べ物だったら。あ、で、そうだ、これは、でもこのまま使うことってないのかな。ね。藻は食べ物は食べ物入れちゃっても、まだ。そして、うわ、見てください。川になってる。いや、これ、3倍じゃん。絶対乾かすべきでしょ。もう、身をさ、食べたらいいのにね。身を食べてさ、川だけ使ったらいいのに。ね。じゃ、非常食でいつもやっとって。まあ、たまに役立つ。いやー、これは素晴らしいですね。弓が強くなることによって、安全に、あ、パチやれるかもね。強気になってきてるね。装備、あ、だから防具作ってないから、防具を作ることによって、強気になっていいんだよね。おそらく。本当はね、ミツバチの装備がね、弓の威力が上がるんだよね。欲しいんだけど、その前に、データ。俺が持ってるデータでは、高振動に弱い。ペダル。あ、フレッシュ。ああ、この変異体のなんかね、いるんだ、変異体が。この除草剤のエリアで、毒のエリアで。フレッシュ。あ、ボックスオービーボービーボーも弱いんだ。で、フレッシュの、どうやってできないじゃん。武器にはできないのかな。これで脆いブギーションをいっぱい量産して、これ壊されたら困るけど、強くしていきたいと思いますね。攻撃。あー、ほんとね、そんなにも羽根付きや、あ、そんな高くないね。羽根付きの矢は属性矢を作るようなのかもね。で、防具は、今のところ、良いのはここら辺でしょ。で、テントウムシの頭はね、ちょっとあれ見ていただいたら分かると思うんですけど、自力で立つの無理なんだよ。カメララじゃん、これ、顔。ね。雲かな？雲の牙は無理ですね。ありがとうございます。そうすると防御高い。たぶん、え、これ、高っ。たぶんね、いや、一匹だったら多分やれんの、弓で。ね。これ、あー、武蔵の帽子がいいんだ。クリティカルによる活性化弓。なんだろう。よくわかんないけど、これいいね。お母さん使っちゃっていいかな。木の実は取ってくればいい。赤は取ってくればいいじゃん。今、干してるし、すごく高い。ありありあり。今、赤に入りました。で、じゃあ、鎧をどうしましょうかってことになって。鎧はね、木の実でね、テントウムシができるんだよ。カワドルカーがある。いいね。でも、重装なんだ。弓に気絶が、これ。これが欲しいよね。ミツバチの毛。ね。すんごい高っ。で、うちどっかで拾ったの、落ちてるの拾ったので、壊れちゃったんだ。壊れちゃったけど、腐ったアイテム、たまに手に入るんだよね。これの、あ、木の実でできるし、ああ、できるか。これ防御力低いんだけど、あ、低くなくね？結構あるよね。1,2,3,4,4.8 ぐらいあるね。で、本物は？本物は、1,2,3,4,5,6 ある。でも1,2,3。今、俺が装備できるやつだけど全然強い。からテントウムシとか作らないんだったらあれでいいね。クモも強いね。で、足は、クモの膝パッドが作れますけど、足って僕より低いんだね。全般的に。で、アブラムシでね、今移動速度を上げています。はい。なんだけど、
スタミナが必要なんでしょう。ガード力でしょう。まあ、ここら辺でもいいよね。ちょっと。最大スタミナ。あ、水虫の足ひれ。あ、これ目力も高いし、泳ぐし。これ作っちゃうのもいいね。水虫っていうのを倒さないといけないけど。そうだね。ただ、普通にやるんだ、普通に生きていくんだったら、ここが高いか。テントウムシ。雲作っちゃうか。テントウムシで重くなるのも嫌だよね、ということで。いや、強くなれそうですね。いろいろ強くなれそう。もう作っ、だから、その木の実の皮がね、いっぱい必要だから、そこを集めつつ、だね。で、これマストなんで、これはもう、乾いたらね、作ろうと思ってます。いやー、やっと強化のね、目処が見えてきました。というところで、また実が必要になりそうだね。で、岩、この、強化したいから、石をいっぱい必要。あ、もしかしてさ、研ぎ石と、脆い研ぎ石の次が、いい研ぎ石とかになるのかもね。で、これはね、さっきの、これで作れるんですね。あ、でも脆くないとして作れないな。まだ。ね。だからあれだ。なんか研究所をクリアしていかないとダメかもね。集めるだけ集めておけるここら辺もね。アーマーの改良。通常のものよりも優れてるそうだよね。一応ね、意外と。やっちゃってます。あの、ね、ケースキー武器なんだね。ケースキーはね、結構使ったんでね、前の弓に。なもんで、そんなにないんだけど。このカラスのクロスボウの修理がね、何になるかによるね。修理がカラスの肌と金だときつい。っていうところで、ダニとこね、で集めていきたいと思います。ダニのところにね、1個ずつ硬いのがあったので、で、これ、まあ、何日かでリポップすると思うんでね、早めに行きたいと思うんで、どこだったか忘れちゃったけども、どこかのあれだよね、機械の下だよね、あれかな、何かって言ったら、そんな感じで、本日の作業ご出席ありがとうございました。いやー、やっとね落ち着いたパワーを手に入れたんで、ちょっと拠点もあっちにも作ったりとかもしたいよね。っていうのをやっていきたいですね、将来。もうちょっと強くなってからね。鎧も作っていきます。それでは。